はい、本日はですね、ダウンを買ったらまずやるべきこと3選というところをね、お話ししていきたいなというふうに思います。ということで、皆さんダウンジャケットね、そろそろ買おうかなとか、あとお気に入りのダウンジャケットも去年買ってんなとか、皆さんそれぞれあると思うんですよ。で、僕もね、このようにパッて見てもらったら、この全部今指さしてるところ全部ダウンジャケットでございます。なのでこれが全てダウンジャケットで、それ以外にもね、こっちにもまたダウンジャケットちょっとあったりはするんですけども、そんだけお前ダウンジャケット持ってるけど、どうやっていつもケアしてんのとか、それもそも買ってすぐにやるべきことなんかあんのとかっていう質問ねいただいたりするんですよ。そりゃそうですよね。せっかく買ったダウンジャケットって安くないからね。そりゃ1000円2000円とか売ってるその辺のね、安いもん買ってるんだわかるけども、それやっぱ何万もしてね、奥さんにブツクサ文句言われながらね、子供にもね、パパ買い物長いってね、ブツクサ言われながらもね、買ったもんじゃないですか。ほな長く着ていきたいよねと。長く着るんやったら多少のケアというか、ちょっとこれやっとくだけでえらい変わるんですよと。なんでお前そんなこと言えんのというと、僕はプロのファッションアドバイザーでも何でもないし、プロの洋服屋でも何でもないんやけども、こんだけ服持ってたらね、そらこれやったから長持ちしたなってやつもあればね、あ、これやらんかったからちょっと早く劣化しちゃったなみたいなのもあったりはするんですよ。なのでね、まあ今日はその辺の話をしていこうと思いますので、皆さんのね、ご自慢のダウンジャケットを、まあ長く愛用するために、まあ買ったらまずやるべきこととは言うてるんやけども、買ってからね、ちょっと年月経っちゃったけどもっていう方でもね、今からやっても全然遅くないやつがあるので、まあその辺をね、3つご紹介していこうということで、本日の流れとしてはですね、まず僕が洋服買ったらこの順番でやっていってくださいよというところがありますので、この順番でまず3つやっていきましょうよと。で、この3つやっていく中で、それこそダウンの汚れであったりとか、あとダウンの抜けとかっていうのをね、極力最低限減らしていくっていうことができますので、え、たったこれやるだけでそんな変わるのとかっていうのってね、ないと思うじゃないですか。あるんですよね、なんていうことを言ってるので、ぜひぜひ見ていただければいいかなと思います。ではね、早速まず1つ目からいきたいなと思います。1つ目はね、まずこれをやってください。買ったらすぐに、そう、こちらの撥水のスプレーをつけてください。で、撥水のスプレーとかってね、え、それがどうしたんって思うじゃないですか。これめちゃくちゃ効果あるんでね、ただただ水を弾きたいからつけるっていうわけじゃなくて、これつけるじゃないですか。ならね、まあここの表紙に書いてくれてますわ、ご丁寧にね、あ、水弾きますって言って、あ、確かにそれいいじゃないのって、そんなことはっきり言ってどうでもいいんですよ。水弾くか弾かなんへんかなんかね、新品のものなんかほぼほぼ弾くから、そんなもんほっといたらええんやけども、じゃあなんでこれつけんのというとね、まず一つ目にいいことっていうのは、これつけるとね、こう、まあさってこうつけるじゃないですか。どんな感じか見せますね。新品のやつあるじゃないですか。ほなね、こういう感じでシャッ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 って振っていくんですね。で、シャッシャッって振っていったらね、こんな感じでこう水つくじゃないですか。で、これで撥水 OK やねんけども、まあ一つ臭いですわ。これボンド臭するっていうかね、臭いからあんま部屋の中でやらん方がいいですよ。まあ僕部屋の中でやってるんやけども、で、それでもね、干しとったら1日も経ったらもう匂いなんかなくなるんでね、まあそこは匂いはそんな感じで、最初は臭いなと思うんやけども、安心してくださいねっていうのをさっき言ってますが、まずこれやってね、何がいいかっていうと、まあまずは汚れをね、弾きます。だから新品の時とかやったらね、なおさら、まあ撥水の加工はしてるから別に撥水のためにはせんでいいんやけども、ちょっとした汚れとかね、ついた時でもちゃんと浮かしてくれるんですよ。水を浮かすのもそうやけど、汚れとかもね、パンって浮かしてくれるから汚れにくいっていうのがまず一つね。で、その次の要素として、え、それだけじゃないのと、撥水スプレーさ、汚れにくくなるだけだったら分かったけども、え、次あんの、何々教えて教えてってことになるじゃないですか。ほなそれ何かっていうとね、ダウンも抜けにくくなるんですよ。で、それって、こう表にね、コーティングが今かかってる状態じゃないですか。で、さらにこの今撥水スプレーによってもう一層コーティングがかかったから、こうダウンってね、中からこうチュン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 こうついてくるわけじゃないですか。それこそこう休日のね、お休みの日にテレビ見てたりしたらね、後ろから奥さんが掃除機ガン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 当ててくる感じでね、おい動けよと、これボーっと寝てる場合ちゃうぞと、お前土日やったら家族サービスでもせよみたいな感じでこう続いてくるでしょ。あんな感じでね、ダウンのね、こう羽もね続いてくるでしょ。で、その時にちゃんとコーティングしてくれるから、普通に折るよりは破れにくいというか、だから何もせえへんよりかはね、一回これ振っとくだけですよ。今さっきやったのね、3秒4秒ぐらいパパパパってやっただけで汚れも守ってくれるし、さらにこう破れもねちょっとマシになってくるっていうところがあったりするので、やるかやらんかで偉いさ。ほんではっきり言ってね、僕別に何でもええんですよ。この撥水スプレーなんか何でもいいんやけども、いろいろ僕使った中では一番これがいいねっていうのも、スプレータイプで使いやすいっていうのもそうやし、一番撥水の威力もあるんですよ。さっきね、撥水なんかどうでもええって言ったじゃないですか。どうでもええけど、やるんやったら弾いてよと。そういうちょっとバカマンとかありますよね。どうでもええ、どうでもいいっていう、でもやるんやったらちょっと弾いてねっていうのってあるじゃないですか。で、これが一番撥水今まで良かった。今まで使った中で、グランジャーズってやつもあったり、これまあニコワックスなんですけど、いろいろ使った中では、これが一番いいかなっていうところで今落ち着いております。ただ匂いだけ気をつけてください。グランジャーズの方は匂いせえへんやねんけども、その代わり、スプレータイプはないから、洗濯でね、洗わんとあかんってことで、ダウン洗濯はね、買ってすぐするにして、ちょっとハードル高いじゃないですか。買ってすぐにダウンじゃ洗濯機掘り込みましょうかとはならんから、一旦スプレーって考えたらね、もうこれしかないんかなっていうところで、思っております。撥水スプレーですよ。間違えて防水とか買ったらダメですよ。防水スプレーなんか買っても何の意味もないからね。何も意味もないことないんやけども、撥水じゃないと
汚れも浮いてこうへんし、あの膜を張るっていうところではね、あの大事になってくるんで、まあ僕は撥水スプレーがいいんかなとは思ってるんですけど、まあこれがね一番大事になってくるかなと思います。まあ僕もねこれ全部ができてるわけではないでしょうでしよやけど、まあやっとくのとねやっとかんのでは偉い差になるっていうのは、まあ後々ね特に色温なんかは汚れつきやすいし、やっとくだけでね自分もね安心して着れるじゃないですか。あ、ちゃんとケアした上やから大丈夫だよと、あ、コーヒー飛んできた、スパゲティ飛んできた、カレー飛んできた、それがどないしてんって思うじゃないですか。だからまあそういうのはね一個やっといてどうですかっていうのがまず一つ目、これが多分一番重要だから一番重要やから先に言いました。そしてね二つ目のねやった方がいいことっていうか、いうことがね何かっていうと、一年中ずっと釣ってたハンガーがこれなんですよ。で分かりやすいんでねちょっと一回見てみましょうか。例えばノースフェイスのねダウンジャケット、これヒマラヤンパーカーっていうねものすごいふわふわのダウンやのに、これ見てください、ハンガーねかけてたらこんな感じでもうダウンないでしょ。ここ肩の部分ダウンなくなってて、どうしても重力で、ね、下に落ちるから、こういったね普通のハンガー、これちなみに僕がよく使ってるニトリのねこの5本で300円かなんかのやつなんですよ。でこれ悪くはないですよ、めちゃくちゃいい、普段はこれでいいんやけども、せっかく大事なダウン持ちたいんやったらこんなことになりますよと。1年間ほったらかしてたらねここベタベタになってね、次着るときにここ綿ないんですよ。だから肩のとこね、あれなんか肩寒いなって、なんか誰か俺の噂してないと思うじゃないですか。誰見てもね噂もしてへんし、なんか気配感じるなと思ったら、これハンガーのせいなんですよねっていうことで、おいおいニトリちゃんとハンガーちゃんとせえよと思うかもしれんけどね、それはニトリ攻めたらあかん。ニトリはあのこれは普通に服を干せようとしてねやってる、とても良心的な価格でやっていただいてるから、ありがとうございますと。でニトリさんほんまにハンガーの案件なんかいただいて嬉しいなと思ってますっていうところにちゃんとアピールしとかなあかんねんやけども、まあ、とにかくこういうね細いハンガーはちょっと向いてないかもしれません。じゃあどういうハンガーお前つけんのというところになってくると思うんですね。で僕がねよく使ってるのはねメインチャンネルでねようよう出てきてるんやけども、これねこのハンガー、まあ、僕の場合はオーダーしてね自分の名前入れてますよ、タクゾー YouTube って入れてるんやけども、こんなことする必要はないんです。だから何かというとね、これ見てください、肩のとこのハンガーのめちゃくちゃ分厚いでしょ。これでしっかり守ってあげたり、これぐらいの太さがあるようなハンガーをかけといてあげれば、こんなね偏りはなくなります。だからねお前やってへんのに偉そうに言うなって思うかもしれないですけど、やってへんからこそこんなことになってるでしょ。そんなことになったら後々めんどくさいんですよ。まあこうなったらこうなったらやり方は後で言いますけども、先にねこういうしっかりしたね肩を守るハンガーにしてあげるといいと思います。でちなみになんで僕はねこれ木製を使ってるかっていうと、木製のハンガーってね服がねプラスチックとかと違って食い込みづらいんですよ。だからどんな重いものかけてもねこう安定してね肩を守ってくれるからっていうので、まあ木のハンガーをよく僕は使うんですけど、まあそれを使ってたりだとか、あとそれ以外にも木のハンガーは何年使ってても形変わらんでしょ。でもプラスチックってねたまにこんな細なったりとかね、こんな片方だけ曲がってたりとかするでしょ。お前それ意味ないんよと、それやったらもうハンガー使う意味ないやないかって思うでしょってなった時に、やっぱり木のハンガーかなと思って使ってます。ただこのハンガーもね、僕がこれ買ったやつはちょっと高いですよ。あの中田ハンガーって言ってこれ有名な日本のブランドなんですけど、まあ、これで使ってるからねハンガー一般だけど4400円とかぐらいするからね結構ちょっと高いんですけども、まあ、こういったね太いハンガーはあのそこら中にあると思いますし、まあ、僕のとねお揃いがいいという方はね下に貼っとくんですけども、まあ、そこからね購入していただければ同じ全く同じやつが買えるかなと思います。まあここもねゴールドやからねおしゃれな感じはあるじゃないですか。でこのたった4400円やるだけでこう肩の変なよりとかもなくなるし、こう1年中ねダウンジャケットかけてたとしてもちゃんと肩を守ってくれたりとかするし、あとまあレザージャケットとかもねこういうので全然できたりするから、まあ、その辺はいいかなと思います。僕ちなみにこのハンガーね結構持っております。だからあの結構いっぱい持ってるんやけども、こうパンツもかけたいなっていう方はこう下の棒あるタイプでね、いやいやパンツいらんからねほんまに肩だけ守りたいっていう方はね僕これも持ったりしてるんですけど、これもね同じような肩の広さになってるから、単純に肩だけ守りたい方だったらねこっちの方がちょっと値段安かったと思います、あのパンツない方がね。で、肩を守ってあげるというところはね、特にダウンジャケットは肩よりがもともと出やすいところで、こんな細いハンガーかけたらなおさら出やすいから注意かなと思いますが、じゃあどうやってこのペタペタに偏ったのを直していくかですよね。ほらここ今ねもう綿ないんですよ、この僕の指ですわ、これもう綿なくなってもうてる。で対してこの後ろとかに次寄っちゃってるんですよね。だからこの後ろに寄っちゃってるのを次前とかに持ってきたらいいから、こうやってね平らにしてあげてこう寄せてあげたりとか、あとちょっとねこの綿ポンポンポン叩いてあげたりしたらね、またねここにこうふかふかの綿が戻ってきたりはするんですけども、まあ、ちょっとねそんなんをしてあげやなあかんっていうところがめんどくさかったりしますのでね、まあ、ぜひね、大事なダウンジャケットはそういうハンガーにかけるのもいいんかなとは思うんですけど、僕も自宅に置いてるね、私服とかはね結構厚めのハンガーをね使うようにして肩を守っておりますが、まあ、そんな感じのがいいかなっていうのが2つ目ね。で今のでまず外側から守れたじゃないですか、外出かけた時に汚れとかも安心するし、こうダウンの抜けもね多少はできるし、で次2つ目
目っていうのが家で保管するときにそれにかけときゃいいよと、もう黙ってそれかけとったらそれしまいなんよということでね、ハンガーをご紹介させていただいて、じゃあ3つ目何かというと、この3つ目はちょっと正直ね賛否分かります。あんまりいいって思わん人もいてるし、いやそれやらなあかんでしょっていう人もいてるんでね、これはまあ人によって別々やから、はっきり言って聞き流しといてほしい。あのいいなと思う人だけやったらいいし、いや微妙やなと思う人はやらん方がいいと思うんですけど、何かというとね、ダウンジャケットの一番最大のデメリット何かというとね、やっぱり抜け毛やと思うんですよ。ダウンの綿が抜けてくるっていうところが、もうこれどうしようもないんですけども、やっぱり出てくると。で最初一番で言ったみたいに、この撥水のスプレーをねシュッシュッシュッってしてあげれば、まあ多少はマシになんねんけど、それでも 100% かって言われたら、まあまあそこまではいかんよねと。じゃあどないしていくのというとですね、よくこうアパレルの店員さんとかもやってはったりするんやけども、こうね羽をね潰しちゃうっていうことをやったりする人もいてるんですよ。でまあこれにはね、人によってはもう様々こういうことで一回ペタンコにせん方がいいっていう人もいてれば、あちゃんと羽を折んのって大事やんねっていう人もいてるんですけども、そもそもじゃあなんで綿出てくるかっていう綿の原理の話なんですけどね、ダウンジャケットってね、どんなものにもねこうタグあるでしょ。でこうタグ見ていったらね、こんな感じでね、ダウンとねフェザーの配合が書いてるんですよ。ピンと合わへんな。こんな感じでダウンとフェザーの配合が書いてね、ダウンが、これやったら 90% でね、フェザーが 10% やから、これ比較的ねフェザーっていうのが少ないんですよ。でこれフェザー少ない方がいいんです。だからダウンが70でフェザーが30、まあ要は合計で全部100なるんですけど、フェザーが多ければ多いほど羽の芯の部分が多いんですよ。だから芯の部分が多いとどうしてもねこの生地をね突っ切ってしまうんですけど、まあ、フェザーが少なければ少ないほどこう破れにくいよねっていうことが言われてたりするんですが、まあその代わり、フェザーが少ないとね形ができづらいんで、どうしてもこうなんか偏った形になっちゃったりとか、そもそもシルエットが崩れたりとかしやすいっていうところもデメリットであったりするんですけど、そういう原理でね、あの買うときにそもそもフェザーを少ないやつ買おうとかっていうのも一つ手かなとは思います。だからどうしてもフェザーが多いもの 30% とか 40% もフェザー入ってたら、まあ、そら抜けるよねと、何やってても抜けるよねっていう感じなんで、まあ、ここはねぜひ買う前に見ていただいた方がいいかなと思うんですけども、まあ、そのね羽を折っていくと。で僕はこうやって結構羽とか折っちゃってます。で全然羽折っちゃっても保温力は変わりません。綿が減るわけじゃないからね。だからそれ綿は減らへんねんけども、とにかく羽のね芯の部分を折っていってあげると。でさ折っててもさ突き抜けることはありますよ。ただちょっとマシになるじゃないですか。だからそうやって折ってんねんっていう人もいてたり、結構これはやるよっていう人もいてるし、いやいやいやそれはやってあかんのよっていう人もいてるからね。まあそれが価値観やから、まあ人によってちゃうんやけども、こういう風にね買ってから、まあ、ちょっとしたケア、もうほんまにこんなもんねちょっと10分もかからへんから、スプレー振ってくしゃくしゃしてハンガーにかけたらそれしまいなんよと。それするかせえへんか、えらい変わんねんけども、大体の人はせえへんじゃないですか。まあ何でもそうですね。車とかでもね、コーティングしてから洗車するのか、もうコーティングめんどくさいからもう洗車だけすんねんっていうのではえらい持ち違うじゃないですか。洗車だけしてるよやったら黄砂もついてくるし花粉もついてくるしやな。やけどちゃんとコーティングしてる車っていうのはちょっと水洗いするだけでピッカピカになるでしょ。あれと一緒、もうちょっとした手間やるか、それでもやらんか、料理も一緒、ちゃんと下処理してやるんか、もう下処理せんと僕みたいに大雑把にやっていくんかでね、微妙に食感が変わってくるし微妙に味が変わってくるっていう、結局は細部なんですよね。勝負を決めるのは細部に宿ってるんだよっていうのが昔野球で僕言われたりしたんですけども、そういう細かいところを大事にすれば長く着れることもあるやろうし、長く付き合っていけることもあるけども、そういうのをおろそかにするやつは基本を大事にせと、あの名将の野村監督も言ってましたよね。勝ちに偶然あり負けは必然っていうのは言ってたと思うんですけども、まあ、負ける時っていうのは絶対に何かしらの理由があると。でも勝ちっていうのはたまに偶然の勝ちがあったり、まぐれの勝ちはあるんやけども、負ける時はもう必ず原因があるんだと。まぐれの負けなんかないと、絶対あの時のミスが響いてる、絶対あの時の何かが響いてるって絶対に理由がありますよって言ってたのと全く一緒で、ダウンジャケットにも、まあ、勝ちと負けはありますよねなんていうことでね、最後終わりたいなと思いますので、本日の話はですね、ダウンを買ったらまずやるべきこと3選というところでお話をさせていただきました。ではまた別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。